ばんは。フットボールの熱狂を余すところなくお届けしたいジョン・カビラです。本日お届けするのはインターナショナルリーグブラジル対スペイン。今日の試合の解説にはおなじみ中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。今日は非常に気温が低いようですが、中西さん、はい、これはやっぱりしっかりアップをして立ち上がり怪我に特に気をつけてほしいですね。なるほど。試合前の記念撮影を行っています。画面では予想フォーメーションをご覧いただいています。前半戦キックオフ。ロナウジーニリバウド、ここでパス、倒してしまいました。プジョル、ルーベンバラハ、ここでカット、ルーベンバラハ、ホアキン、先制点のチャンス、ホアキン、これはサイドネット。ゴールが見えたら打つという姿勢はいいと思います。はい、いいプレーでした。ジーダ、ロベルト・カルロス、どう動くか。おっと、倒してしまった。今は大事につなげたいですね。レフリー取りません。スペースへ出せるか。ロッキー・ジュニオール、リバウンド、カットしてパスを回す。このボールを奪ってつながせません。いい位置にいました。ラウル・ブラボ、カフー、スペイン立ち上がりいかがですか。まずはお互い様子を見ているといった感じですかね、さあこの位置からこれをインターセプト。シャビ、オリエンテス、浮かせてどうする。ゴールキックになります。ジーダ、カフー、パスをつなぎます。エメルソン、右に出して、ブラジル攻めの準備を整えます。ブラジルボールを回します。ファールはありません。さあ安全圏に運びたい。クリア、ロッキー・ジュニオール、ロベルト・カルロス、さあこれを前に出したロナウジーニ、この辺り丁寧にいってほしい。ロナウド、抜かせません。このボールをクリア、ルシオ、スペイン前半半ばを過ぎましたがいかがでしょうか、中西さん。はい、いい感じで試合を支配していると思いますよ。スローインから、ここでカット、よし、狙いますよ。当てた、ここに詰めていった。期待を込めたこのシュートは決まらなかった。ブラジル先ほどから中央突破を試みているんですがフィニッシュまでうまく持っていけてないようですね。はい、ただこういう時は両サイドのスペースをうまく使って攻撃してほしいです。なるほど。右サイドから、さあ前に何人いるか。ブラジル流れるようなパスワーク、ロナウジーニ、コース空いてますよ。あっと倒した、ファールを取られます。ブラジル絶好のチャンスを迎えています。直接狙ってきた、壁に当たった。ブラジルうまくつないでいます。仕掛けます、これチャンスですよ。狙ってきた、それてしまった。
今のはシュートもそうですがドリブルにも気迫が感じられましたね。そうですね。ボールを回してブラジル、ボール回しからどう持っていくのか。ここで奪ってエルゲラ、前方へロングパス、マイボールにできるか。インターセプト、前方へパスを回して、あっとオフサイド。ロッキージュニオー、エメルソン、この位置でボールを受けて、ここで前半終了。前半戦を終わりまして0対0、両チーム無得点のまま前半を折り返しています。それでは中西さんに伺います。前半、さあ後半開始です。ここまでスコアレスの展開ですが、中西さん、ハーフタイムでの修正がどうゴールに結びつくか楽しみですね。はい、シャビ、ボールを回す、ミチェル・サルガド、プジョル、縦への大きなパス、これを競り合う、このパスをカット、ホアキン、ロナウジーン、アドリアン、ロナウド、倒してしまいました。イエローが出てしまいました。ゼロベルト、ルシオ、おっと倒してしまった。ブラジル狙える位置です。シュートに行った、リバウンド、打ってもいいんじゃないですか。俺はクリアします。今日の試合ファールが多い展開になってしまってます。たまにより厳しい当たりが多いんですけど、クリーンなプレーを心がけてほしいですね。全くですね。仕掛けるか、激しく競り合っている。ボールの奪い合い、ルシオ、ブラジル、後半の立ち上がりいかがでしょうか。中西さん、まだ様子を見ているという感じですかね。ただいつ仕掛けてくるか楽しみです。はい、カーシージャス、しのぎます。そしてヘッドでつなぐ。さあここからどうする、上がっていきます。倒してしまいました。ホアキン、このシュートはそれてしまった。狙っていきましたね。いいですよ。ジーダ、ロベルト・カルロス、後半半ばを過ぎていかがですか。中西さん、どっちが勝つかわからない、目の離せない展開ですね。そうですね。右サイドに開いてミドルレンジから狙った、キーパーキャッチ。ブラジル、ここまで一進一退の攻防が繰り広げられていますが、いや僕も思わず見入ってしまいました。力がありますね。パスか、自分で行くか、縦へのパス、ダウール、両者なかなかボールをつなげません。奪いました、ロナウド、ロナウド、アドリアーノ、中央突破で来るか、だがしかし決められなかった。競り合ってリバウンド、パスをつないで読んでいました。ドリブルで上がっていく、リバウンド、ゼロベルト、さあかわせるか、こっからどうする。さあここまで上がってきた、打てますよ。ついに最初のゴールが生まれました。
しかしすごいシュートでした。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいております。ここで試合終了のホイッスルが鳴りました。ブラジル接戦を見事制しました。中西さん総括をお願いします。要所要所光るプレーがあって目の離せない試合だったと思いますよ。ありがとうございます、それでは試合のスタッツを振り返っていきましょう。ブラジルやはりシュート数でも上回った結果になりましたよね。はい。